はい、どうも、よしんでーす。今日はね、閃光のハサウェイが、ね、映画館で公開されたんで、ね、見に行けずに、グッズだけを買ってきました。ね。まあね、仕事帰りでね、酔うとね、もう本当に、いっぱいでして、ね、もう本当に、埋まってたんですよ。埋まっとったんです。ね。ということで、まだね、映画を見るのはまた後日というか、多分見に行くと思うんですよ。ね。ほんで、まあ、今回買ってきたグッズですけど、プラモデル。ね、限定のプラモデルね、もともと買うつもりはなかったんですけど、閃光のハサウェイ限定の、まあ、いろんなプラモデルがね、2、3種類出てたんかな。で、まあ、一応どんなもんか見ようかなと思ったら、完全に全部完売しておりましたね。ということで、今回ね、その数ある閃光のハサウェイの人気グッズの中で、俺がこれはっていうやつをね、買いました、これ。それがこちら。じゃーん！閃光のハサウェイ 3D ポスターね。これね、見てください。この動画映えしないの。閃光のハサウェイのね、このメインのね、このビジュアル、もうほとんど黒いんですよ、これ。もう、ポスター全体、ここ下、タイトルだけ。上、こんだけ。ね、3D やのにもう全然 3D じゃないじゃんって思ってたんですよ。ね。ところがこれね、よくよく見ると、ね、ちゃんとこの辺も体あるんすわ。これ動画やからね、こんだけね、暗闇しかないと思うけど、これ買って見てみていただいたらね、かなりかっこいい。いやもうこれ動画映えしないわ。本当に。なんかね、もう申し訳ないんですけど、これ。まあ、3D の感じがね。もうこれ出さないじゃん、こういうのって。これ反射してるっていうのもあるんでしょうけど、ね。ここに真ん中にあるこれ、アクシズがね、ね。これアクシズだよな。これが、まあ、割と 3D な感じでちょっと浮いてまして、ね。ハサウェイがちょっと真ん中で、これも結構浮いてますよ。バックが地球で、これね。結構浮かんどるんですわ。結構浮き上がってんの、これ。だからね、これね、動画見てもね、あんまりピンとこないかもしれないけど、映画館行って、実際見てくださいよ。欲しくなるから。本当に。これね、映画館でこれ見たら、あ、結構、3D やんってなりますから。こう見たらね。このヨシキの動画を見て、いやいやと。もう全然 3D ちゃうやんって、もう。ほとんど真っ黒やんって思った人いっぱいいると思うんですけど、映画館で実際見て。これはいいよ。ね。まあ、ただ一つだけ、ね。嫌な部分というか、ね。何か、なんて言うんでしょう。まあ、ビジュアル、ね。これ、普通のポスターのね、同じ 3D カードなんですけど、ね。俺としては、ね。もうこの辺横とかにギギとかね、その女の子ちゃいまもんね、これ。もう見てないからさ、ね、わかんないんですよね、もう。ハサウェイぐらいしか。この後ろの人物が誰かわからん。もうパッと見これシャアなんかな、みたいな感じだけど、そんな年代的にこんなシャアなわけがないし。ね、ストーリーも全然知らないんですけど、誰かわかんないんですよ、これ。後ろにいるやつも。ね。だから映画を見たらまあ、わかるんでしょうけどね。まあ、ただ単純に今日はね、映画館行って映画見れずに、俺が好きな 3D カード、まあ 3D ポスターですけど、買ってきたっていうだけの動画です。ね。ただそれだけです。ね。閃光のハサウェイグッズで、ね、何が欲しいかね、ね、何買おうかなと思ってる人は、3D ポスターを、ね。これ。本当に結構いいんだ、これ。伝わってないと思うけど。ね、3D マニアにはもうたまらないグッズですよ。ね。ぜひ買ってみてください。ね。まあ、プラモデルはね、完売してますけど。ただね、あれですよ。プラモデルね、あれ、先行販売でパッケージが違うだけで、ね、あの、クリアバージョンの、ね、名前出てこねえわ。クリアバージョンのあの、今回のコスイガンダムのライバルのあのモビルスーツのやつのプラモデルは
後日出るんですって。あの中身一緒だから、パッケージが違うだけですからね。パッケージが、だからまあね、組み立てる人からしたらそんなに、ああもう今回買えへんかった、もうあかんわってね、ならなくても出ますから、中身一緒のやつが。どっか全国のガンダムベースとかでまた出ると思うんでね、あんまり転売ヤーの買わないようにね、待っていただいたら多分出ますね。はい、まあそんな感じです。よかったらチャンネル登録&高評価お願いします。以上、ヨッシーでした。バイバーイ。